お茶もあんまり変わらんにしたらいいかな。なんてえなんて言うた。お塩入れすぎやね。けどお塩入れんときゅうりがこんなならんきねえやろ、うん、でちょっと絞りきらん。けどこれこれらも急いでないとかゆっくりできてくる。うん、もう出しちゃったもん。うん。まあこういうことにしたらええんやけ、好きなもの何でも入れても我慢と思う。何がおるかね。あとおばあちゃんそんなに電気しないけど、うん、ベーコンらもあるかね。ハム我慢と思うね。ねえ、手の上で切ります。うん。急いづき。うん。ほら。上手に言うだっつーら。噛んだ今。沸騰して8分ば、うん。沸騰したお湯入れたら8分ぐらいで。うん。これほんとはすぐ食べるんじゃなかったらこんなことせられんよ。どんなことするんじゃ。熱いのと冷たいのと混ぜたら痛むろ。完全に何にも冷やしといてんじゃいかんけど、急いでおき。はいはい。今日は急いでます。うん。で、歯ブラシにも気づいてない。マヨネーズ。ええわよ、古いのから使うたらもったいない。もったいないき、古いのが使いや。キリがないでよ、新しいの出しよったら。あれ少ししかないからいいわ。うん、はいで、はい、ちょっと待って、うん、冷めてないね、これ入れたらいかんの。うん、一応冷めてたら。けど今日は急いでるけどね。ない。これこうやってほら逆さにしといたらええかね。うん、そう、逆さしちゃったら下に溜まるやん。聞いてない。何しようと思うんですか。パンを焼こうとしたんやないの。違う。ロケットしよう。
まあ美味しそうなんだよ、うん、もうこんな自分が好みでマヨネーズなんか自分が好きなようにしたらよ。そうやね、食べてみてお口に合うように。塩コショウらは入れんのかね。本当はね、うん、あの入れるの、うん、あの塩コショウけんど、うん、おばちゃんあんまり、おじいちゃんもほらあんまりお塩ええのに取られん。まあね、これね、うん、塩コショウにね、うん、香料の入ったほんといいのがある、あの、うん、体するときは、うん、もう略し、うん、これらは本当にみんながつついておき、うん、触ってうまくてはない、うん、胡椒にすごく美味しいのがあるわね。あ、そう。これは、うん、あのなんとか言う、まあそれまた見つけといた。あ、パン焼かずにそのままつけるん。焼いたらいかんのね。あ、そう。すみませんでした。これ本当はね、うん、バター、あのマヨネーズ塗っちゃかないかんか。うん。パンへ。うん。けどそれもしない。どれぐらい塗ったらいいの。マヨネーズ、うん、これ入っちゃうけへんけど、うん、マヨネーズをねちょっとこう塗っちゃいてね、それとこれが、うん、定着いうか定着じゃないの、つきやすい。今日はもう本当に略し、うん、5% 略してます。ツナら入れても美味しいのかね。ね、ツナ、それはもう自分の好みじゃない。うん、好きじゃったら我慢じゃない、あの生で、うん、これでそれで作っちゃってから切るわけ。そうそう、うん、やっぱりねマヨネーズをこう薄に塗っといたらこれ綺麗にくっつか、ほらパンに。ああ、なるほどね、うん、それはもう自分の運転でやること。うん、おばあちゃんなんて頼めよ腕というか自分の考えね。自分のお口に合うようにしたらいいんじゃない、料理というものは。まあ決まりはないろ。うん、まあその、うん、ポテトサラダがくっつきやすいかくっつきにくいかは味、口に合うかどうかは関係なさそうな気がするけど、器は何をしてもあのマヨネーズちょっと塗っといたらいいね。うん、何をしても何を挟んでもね、うん、いろいろ好きなものを挟むじゃない。うん、この間、うん、よかった、できた、うん、これでできた、30分で作ったんやけね、うん、本当はもっとこっちここまで綺麗に入れないかんで、うん、僕だけは急いで拭き、うん、こういう状態晩のはゆっくりできると思う。うん、うん、1になった、じゃあ完璧にできましたね、うん、よかった。まあ量もちょうどやったね。完璧じゃない、ちょうどにね、ああちょうどに、少なかったらこれ、うん、ちょうどになるようにこれ使わないからね、自分の頭で考えて、はいはい、そら偉い、ちょうどにできたんじゃないで、ちょうどに、はい、こうたがで、はい、偉いすいませんでした、そらさあ、よっしゃ、さあ、これでもう本当に